ながら来たじゃん。どこ行くんだろう。警察だ、警察。警察の人だ。警察だな、あれ。ヘルメットは警察だ。少年だけど、お前らどうのか。いや、なんだろう。OB じゃないだろ。いや、そんなのないだろ。ちょっとそれあれ。芸能の人って違うよ。ああ、ちょっと違うわ。警察ではない。してるらしいや。走れって。かわいそうに。ここら辺じゃあれ、車も確認しながらんのかな。ああ、そうだな。この薬局くらいいるの。まあ。薬局やってる。どっか、車止めるとこってのはどっか。あれ曲がるんだ。あ、高安やる。ああ、病院か。どこかで待っとるんだよな。病院行ったでな。病院、伊田病院か。上がってったで。伊田病院なんだ。次郎町通りは高安でかけた。あ、ほんと。ああ、次郎町通り雇ったよ、そこで。高安だ。うん、降りてった。うん。あれ、降りてったんだ、またあれやな。降りてったね。降りてったよ。だからまた高安は立ち上げたるよ。踊るんだな。もう一台上にいるの、ね、あ、西尾谷来たわ。来た来た来た、旗上がったわ。あれは何？西尾谷。あれは正義やとか。ああ、あれが。やっぱり死者になったもんでね。踊れなかったね。ああ、前来れないんだ。北田病院はやっとらんか。玄関な、向こうだもんでいいんだよ。入れないのか、獅子が。今日もかけても入れない。昔からとか？昔からだってここでやっとることなかった。見たことないもん。見たことない。先生はだってあと歩いちゃってるから。休んどる。休んどるね、休んどる。今日日曜日だもん。土日休んだんだよ。
書みたいな話だな。書みたいな話だな。でも長寿堂様って言ったりするね。小樽じゃないのって言ったら長寿堂って言ったね。長寿堂の方やって3月までの終わりだった。やっぱりやめちゃうの。やっぱり今でも行くの。いや、この言い方やった前はな。その後どうなった。その後借り入れ方どうだった。いや、3月じゃないと思う。3月まで借り入れたんだ。3月までおっていちでとか住んでおっていかとか、そういうことを言ってるかどうかわからんけど、商売はもう3月で終わりなんだ。本人がそういうのになった。本人が言ったんだろうね。じゃあ最後だから万歳を兼ねてやったんじゃない。そんなかけたんじゃない。知り合いがおったんだけどな。断れないお付き合いもあるでしょうから。さんざん遊んだおじさんだもんね。そういうお付き合いがあったのかも。でも長寿堂の愛想とかして出てきちゃったの。まあそうやっていうのは聞いたことあるけど、働かずしてさ、そんなばっかり使って。みんなお金持って